どうも、高評価合宿の霊夢と、みんなのアイドルマリサだぜ。今回の企画は、レベルが上がると、強くなる世界。それじゃあやっていこう。まずは木を取ろう。霊夢その肉は何だ？最初歩いて倒しだけど、無慈悲を殺すぞ。とりあえずツルハシを作って、お、カエルがいるな。カエルが家に帰る。順調に経験値を稼げてるな。この調子でレベル上げまくるぞ。お、レベルが上がった。どこが強化されるんだ？攻撃力が上がったわ。さっきコマンドでつけてたよ。とりあえず近くの村で食料をゲットしよう。ちなみに今回の目標は何なんだ？今回の目標は村を見つけることかな。目標低すぎだろ。今回の目標はエンドラ討伐にしよう。無事村から食料を盗めたし、盗むな。経験値集めします。お、またレベルが上がったな。今度は移動速度が上がったわ。またコマンドでつけてた。お、鍛冶屋があるわね。鉄の防具をありがたく盗んで。ありがたく盗むな。石を回収して。いや、しょうもない音はめすんな。石のツルハシを作って、石の斧を作って、村人からもらったベッドで寝て、盗んだんだろうが。私はもっと強くなりたい。もう十分強いだろ。うちワンパンしてんじゃねえか。レベル上げるの早すぎだろ。今回は跳躍力が上がったわね。村人と取引でもしようかしら。どれどれ何を取引してくれるんだ？エメラルド3個で鉄の斧1本、お得だわ。くたばれかす。情緒不安定かよ。お、レベルが上がったな。声変わった。耐性の効果がついたわね。強くなってきてるな。あ、ゴーレムだ。なんだよこれ、急にポケモンすな。まあ私も強くなってきてるから余裕で倒せるでしょ。フラグを立てるな。やばい、死ぬ、助けて。フラグ回収早すぎだろ。やっと倒せた。ゴーレム1体相手に時間かかりすぎだろ。よし、鉄ゲット。その鉄で何を作るんだ？今回はバケツでネザーゲートを作りたいからバケツにするわ。村の噴水から水を盗んで。お前村からいろいろ盗みすぎだろ。殴るぞ。マグマだまりを探して。お、マグマだまり発見。ところで霊夢ってバケツでネザーゲート作ったことあるのか？まあ何回かあるような。あ、これ絶対嘘だ。まあなんとかなるってばよ。無事完成しました。成功したら面白くないだろ。どうやって火をつけるんだ？羊毛とマグマで火をつけるわ。なんか上級者っぽいな。まあ結局火打ち石で火をつけたんですけど。なんなんだよこいつ。ネザーエレッツゴー。玄武岩デルタに出たな。マグマに囲まれてるわね。ネザー要塞見つけるの大変そうだな。だからなんだよこれ。同じネタ何回も使うな。結構苦戦してて草。時間かかるから逃げることにするわ。結局逃げるんかい。周りはマグマで囲まれてるぞ。たくさん石持ってたからこれで橋を作って渡ることにするわ。失敗したらマグマダイブだぞ。私がマグマダイブなんてするわけな。ちょ、待って、死にたくない。誰か助けてよ。全ロスだけは嫌だ。全ロスだけは。あ。まだ終わらねえよ。もう泣いました。エンドラ討伐までは終わらせないからな。そうだぞレイム。ヨウム、お前は黙れ。うん、ひどくない？マジで泣きそう。まあ泣くなって。あ、私が泣くんじゃなくてウプ主が泣きそうってことね。ウプ主は別に泣いてもいいか。いや僕の扱いひどくない。ま、気を取り直して頑張ろうぜ。ていうかマリサ、このままだと食が足らないわ。あんまそういうこと言うな。仕方ない、あれをやるしかないようだな。そうみたいだね。あれって何なんだ？第1回食稼ぎのためのコメント先進コーナー。だから食稼ぎとか言うな。あとマリサツッコミの仕事しろ。じゃあコメント読んでいくよ。無視すんな。最近ハマってるゲームは？最近ハマってるゲームはやっぱりマイクラかな。このゲームはマジで飽きない。ちなみに私はエイペックス。霊夢がまさかの FPS ゲーマーだったけん。彼女はいますか？僕に彼女なんていると思う？いないと思う。好きなアニメは何ですか？僕はナルトが好きです。最近はワンピースとかも見てます。ドラゴンボールは？見てないです。見ないと殴るぞこら。あ、ドラゴンボール信者だ。横動画とかライブ配信やってほしい。横動画は編集がめんどくさいのでたまにしかやりません。暇人なんだから働け。いや僕の扱いひどくない？まあ今は収益化のために動画編集頑張ってます。ライブ配信はやらないの？声バレしたくないのでやりません。うぷ主の気持ち悪い声なんて誰も聞きたくないしな。そろそろ殴るよ。殴ってもいいと思う人は構造か。なんで今こじきした？絶対タイミング違うよね。じゃあそろそろ実況しますか。アイテム全ロスしたので石を回収します。なんかこれさっきも見たぞ。ちなみにこの後ちゃんと死にました。なんでまた死んでんだよ。ネザー要塞を見つけました。展開が早すぎてついていけてないんだが。いつの間にかめっちゃレベル上がってるし、めっちゃ強くなってるし、大事なところカットしすぎだろ。斧で動物殺しまくってレベル上げてるところが取れてなくて、まあ全部ウプ主のせいなんだけど。うん、ひどくない？いやこれに関してはマジでウプ主のせいだろ。はい、すいません。お、ブレイズスポナーだな。せいや、そいや、せいや、レディオサー、エクスペクト、パトローナム、バーン、ボン、ボン。よし、ブレイズパウダーは集まった。結構大変だったな。
よし、歪んだ森に着いたわ。霊夢の性格みたいに歪んでるな。殴るぞこら。じゃあエンダーパール集めていきます。そういってー、あとー、こらー、こらー。よし、エンダーパールも集まった。エンダーアイをたくさん作って準備は終わったな。あとはエンド要塞を探すだけ。3時間を。時間かかりすぎだろ。エンド要塞遠すぎだろ。3時間かけても見つからないなんて。まあ頑張ろうぜ。意外と真下とかにあったりして。意外と真下とかにあったりして。ま、真下にあった。見つけたー。暴れるなサル。うおー、エンド要塞到着。ついにここまで来たか。チェストの中身は何だろうか。鉄だな。うん、鉄多いな。じゃあエンダードラゴン倒しに行きますか。まあ私最強だから勝てるでしょ。フラグを立てるな。エンドへレッツゴー。少し遠いな。ブロックで橋作って渡ることにするわ。また落ちたりするなよ。そんなまた落ちるわけないじゃな。いやさすがにもう落ちないよ。落ちたら面白かったのに。動画のために死ねってこと。さすがにもう学習しましたよ。あの霊夢が学習しただと。私どんなイメージなんだよ。よし、到着。っていうかめっちゃラグいな。うぷ主の低スペ PC じゃしょうがないわよ。まだ収益化できてないから安いパソコンしか買えないんだよ。じゃあまずはエンドクリスタルを壊すか。ジャンプ力高いから登るのめっちゃ楽だな。大抵の効果でダメージもめっちゃ減ってるし、結構痛いけどな。じゃあどんどんエンドクリスタル壊していこう。よし、全部壊した。あとはエンダードラゴンを倒すだけだわ。てか普通に倒しても面白くなくね。それはそうかも。っていうことで武器なし縛りスタート。いやさすがに無理だって。やりましょう。いやちゃんと縛りやるのかよ。実況者ならやらないとね。オラオラオラー。それでも結構強いな。いい感じに削れてるわ。ちょっと方向転換します。うおお、吹っ飛ばしが厄介だな。なかなか手強いわね。あとこういうのさ、私たちの実況が聞こえなくなってるから。なんかすいません。うわー、落下するけど大丈夫か。この高さから落ちても大丈夫なんですよね。なんかうざい。奈落対策にエンダーパール集めておこう。いくら強くても奈落なら死ぬしな。よし、エンダーパールも集め終わったわ。あとはエンダードラゴンを殴るだけだな。ちなみにエンダードラゴンは頭を殴るとダメージが増加するわよ。急に知識自慢すんな。あとエンダードラゴンがマジでうるさいけん。おっさんのいびき並みにうるさいもん。っていうかもう体力半分以上削ったな。やっぱりこの区画結構簡単だったな。お前この区画中2回も死んでるってこと忘れるなよ。そういえばそうだった。まあもう死ぬことはないだろうから大丈夫。フラグを立てるな。まあ死んでもいっか。そっちの方が面白いし。私の扱いがひどすぎるけん。エンダードラゴンが降りてきてるわ。倒すチャンスだな。オラ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 。痛い、やめてください。痛いからなんなんだよ。いや無事かよ、殺すぞ。よし、あと少しで倒せるわ。攻撃力アップのおかげで簡単に倒せそうだな。いや、エンダードラゴンが雑魚なだけでしょ。炎上するから煽るな。この度は誠に申し訳ございませんでした。こいつ態度が急に変わったよん。じゃあそろそろ決着をつけるか。吹っ飛ばしが厄介すぎるな。攻撃力は相変わらず高いな。こっちに飛んでくるからそこを叩くわ。吹っ飛ばしが厄介ね。では、霊夢何をやっているんだ。ここは24マス以上。っていうか奈落。このまま落ちたら死んでしまう。しかし安心してほしい。この状況でも助かる可能性がある。私の手持ちを見てほしい。そう、エンダーパールが運よくあるのだ。つまりこの状況の最適解は、エンダーパールでワークして助かる。これが、私の、マインクラフトだー。もうこのゲームやだ。お前今回の動画で死にすぎだろ。霊夢ガチで初心者説。やめろ、言うな。まあ気を取り直して頑張ります。3時間を。時間かかりすぎだろ。やっと帰ってきました。よく見たらさっきより弱くなってるな。今のレベル4だからね。じゃあ疲れたからさっさと終わらせてくれ。いや雑だな。まあ長かったけどこれで終わりだ。エンダードラゴン。結構体力ギリギリだな。まあいろいろあったけど無事マスをクリアできました。めっちゃ死んでたけどな。今回の動画面白いと思った人は高評価、チャンネル登録よろしくだぜ。それじゃあ、バイバイ。